続きまして、こちらのですね、今着用しているリネンのイージーワイドパンツのご紹介をしていきたいと思います。まあ、半袖シャツでも、活用している、素材を使用した、ワイドイージーパンツになります。まあ、もうリネン素材が使われているということで、非常に肌当たりもサラッとしておりまして、もう履いた瞬間に涼しいと分かるアイテムになってます。で、まあ、リネンというですね、こうリラックス感のある夏っぽい素材をの特性を生かすために、まあ、ワイドシルエットに仕上げて、いるんですけれども、実はですね、僕今こちらの裾に関してはドローコードがついているので、キュッと締めてですね、シルエットを変化させてます。本来はですね、割とこうストーンとした、テーパードではなくて本当にこうストレートのシルエットになっているんですけれども、ドローコードでこういうふうにシルエットを変化させて楽しめるので、まあ、1本でですね、まあ、2通りのシルエットが楽しめるという点では1本持っているとですね、こう、まあ、飽きた時とかにですね、楽しいのかなと思います。で、ですね、一応本当に肌当たりが良くてですね、まあ、リネン素材使ってるといっても、まあ、いろいろコットン、ポリエステル、ポリウレタンという4つの素材ですね、リネン合わせて使うことで、非常にこうすっきりとした、まあ、天然素材の良さと、化学繊維の良さをですね、ミックスした、特性を持った素材に仕上がっているのかなと思います。169cm、63kg で、こちらはサイズ2番を着用しています。普段サイズ1で着用することが多いんですけれども、サイズ2でちょっと緩めにあえて履いてもいいのかなと思います。続いてですね、他のカラーもございますので別のスタッフの着用を見ていただきたいと思います。はい、こちら 181cm、56kg のスタッフで、サイズ3番着用しています。先ほど申し上げたんですけども、同素材の、シャツを展開しているので上下セットアップでこちらはコーディネートしています。で、こちらパンツの裾は絞らずにですね、ストレートなシルエットそのまま活かして着用しているんですけれども、まあ、本当に生地感がある程度張りがあるんですけど、ちゃんとまあドレープするので本当にこう、まあ、上質に見えるっていうんですかね、素材が、パッと見ですごくいいものを着てるなっていう感じが伝わってくるんじゃないかなと思うので、なのでこういうですね、リラックスしたシルエットでも決してですね、カジュアルすぎずですね、あくまでこう大人の雰囲気っていうのを醸し出せるんじゃないかなと思います。